ドの土産。はい、雨の中村で、ジャワヒッポグリフ乗ってきました。なんかね、普通に、なんていうの、乗ってる時は濡れへんかったけど、うん、乗り終わって、終わってあのなんか待機みたいな。待機あるよね、これ。待機長いね。長い長い。あれがもう、ただ椅子に座って雨の中座ってる人、さずに。そう。あれちょっと辛い、うん。あれちょっと辛かったけど、うん、まあ乗り物自体は楽しかったで、うん。雰囲気的に雨でも楽しかった。はい。じゃあ次、お上手。お上手、うん、お上手、レッツゴー。今から雨の日の上手になってくると思います。土砂降り上手。なんか、予想は晴れてる日よりなんか雰囲気出るんじゃないかなっていう予想はして、あ、思うないかも。見て、めっちゃ雰囲気あるやん。やばない？出てきそうやん。めっちゃ出てきそう、出るん出るん。うぇどうでしたか？はい、船の屋根からめちゃめちゃ水が俺の太ももに落ちてきました。以上です。カーブするときにさ、あ、めっちゃ濡れてる。あ、そうやか。あの乗り物の屋根がタープ状になってるから、あれ水溜まるやん。うん、溜まるやん、ね、カーブするたびに俺もしっかりした濡れるね。そうやね。まあまあ楽しかったんで。じゃあ最後は結構雰囲気出て好きやかも、うん、雨の日の方が。雨の日の方が好き。うん、あ、そう、断然いいね。いいね。濡れとるわ。濡れとるわ。ミソ濡れてる？これ分かれへんの色が。ああ、風邪ひくじゃん、これ。どうやって雨の日や。雨の日面白い。あのね、変な濡れ方したところちょっと一個言うと、あのさ、建物の中入るときに、あのコンテナバンと落ちてくるフェイ君とこあるやん。鉄のコンテナがさ、落ちてくると落ちてこうへんかみたいなところがあんねん。ガーンって落ちてくるふりするな。コンテナがバーって落ちてくるふりするシーンがあるんやけど、そこでバーンってその歪みでコンテナに溜まってた水がバシャッ。来たな。それちょっと、そこはちょっとテンション下がった。でもね、もう自我を捨てれるっていうか楽しいです。楽しい、よかったよかった。じゃあ次、もうね、傘刺さんでいいかな。俺刺せ。ダイナソーは雨で運休です。最後のランキーいいけどね。では最後の検証に参りたいと思います。最後はこちら、スパイダーマン。こちらで雨の日楽しめるのか行ってみたいと思います。関係ないもんな。やるかもしれんからな、言って一応な。はい、行きましょう。はーい、はい、スパイダーマン乗ってきました。行ってまいりました。はい、雨の日とどう違った？違った気もするけど、うん、結果はなんか結構一緒だったね。めちゃめちゃシュールです。あれ、全然シュールのさ、ちょっと見えるぐらい。え、嘘、ほんま、え、ちょっと透けてない？ドラえもん目。しかもあれ、タケコプター用のさシートやんか、絶対こんなにきっちりやねんけど。おもろいね。なんかゾゾスーツ着てるみたい。めっちゃ楽しみ。楽しみやね。最後に雨の日のハリドリに乗って帰りたいと思います。はい、ハリドリ再開したので今から乗っていきたいと思います。結構雨降ってるね。ああ、予想は？予想？うん、こればっかりは晴れの方が楽しい。多分ね。
お母さん乗る？うん、並んでる間に考える。オッケー、わかった。お母さん濡れるのが嫌いやからな。手打ってるけどわからん。はい、じゃあ待ち合い室で待ち合いたい。待ち合い室で待っときたいと思います。はい、どうでしたか？はい、雨の日。はい、雨の日はアトラクションいくつか乗ってきました。はい、ね、何やヒッポグリフと、うん、ジョーズとジュラシックパークと、うん、スパイダーマン、スパイダーマンと最後ハリドリ乗りました。うん、ね、結構俺ジュラシックパークはしたら雨の方が好きかもしれない。なんかね、もう濡れてもいいやっていう感じ。もうなんか、うん、何や言うたら。もっと濡らしてごらんなさいぐらいの濡れるからそれは面白かった、うん、ですね。だから全然なんていう、俺的には濡れてもいいっていう気持ちさえあれば全然雨の日でも超テンション上がれるっていうか楽しめたなって思いましたね。で、あとさやかはサメ、ジョーズは雨の日が好き、うん、あ、そうやな、うん、雰囲気めっちゃ出てた、ほんまに映画みたいやったから、ね、よかった。なんかちょっとやっぱり晴れめっちゃピーカンやったらさ、水面からちょっと上手透けるやん、見えるな。そう、だからそれがないからやっぱりそのそう水面がやっぱ水で跳ねてから、濁んでるから、ちょうどいいモザイクにそれがなってて、そう結構怖かったかな。それは良かったかもしれない。はい、やっぱりハリドリってさ、なんていうのこの天保山とかのさ景色も込みでやっぱり楽しいところはあるから、そこはねやっぱり、あ、そう、うん、晴れの日の方がいいなとは思ったんやけど、まあでも全然ドリカム聴けるだけで俺はいい、無理無理いいです。お母さんはちょっと晴れの日がいいな、うん、仕事でしょ、探せる、そうやね、いやいや別にそういうことじゃないねんけど、うん、ハリドリはめっちゃ悩んねん、どのかどうしようかって並んでる間に。でもこの間のグレンゲのタックの検証を確認したくって、もう濡れてもいいやと思って乗ってんけど、どうやった、ずれてた、お母さん絶対なんかグーって上がるときに前の人の頭が見えへんなるやん、うちの前、 あの時絶対目つぶんやんか。あ、そうだ、一番上から落ちるときはやっぱり怖いね、だから必ず目つぶるし、だからグー登ってきた前の人の頭見えへん、いやいやこの辺がタック言ってたとこかなとか思ってたらさ、うん、あんまりちゃんと分からへんかった。結局何の話やった、グレンゲの話、グレンゲの話、グレンゲの検証を確認できたかどうかっていう話。あ、なるほどね、まあまあまあ、ということで、まあ俺的には全然雨の日でも、ね、楽しいのは楽しいですわ、うん、はい、でも面白かった、もう一回乗りたいな、そうやね、何回でも乗れる、はい、ということで、はい、次回はさやか、ハリドリ船台乗れるかどうかっていうのを撮りたいと思います。はい、初めて聞いたよ、はい、で、雨の日でも行ってみたいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。次ごはんは